東京から120km、伊豆半島から25km の位置にある伊豆諸島最大の島、伊豆大島。島の中央には標高758m の三原山がそびえ、現在も火山活動を続けています。島の南西側にある地層大切断面は、伊豆大島の火山噴火史を物語る地層の大切な断面です。高さ約30m、長さ約600m にわたって続き、その美しさから地元ではバームクーヘンとも呼ばれています。この地層は三原山の百数十年ごとの大噴火のたびに、山頂の火口から空中へ吹き上げられたスコリアや火山灰主体の高火堆積物が幾重にも積み重なってできたものです。見事な地層の縞模様を作っています。この縞模様に見られる周極は、普通の周極のように横圧力を受けて形成されたものではなく、堆積する前の地形にすでに起伏があり、火山灰などがこれに沿って堆積したため、当初からこの縞模様ができたものだと考えられています。歴史的にまだまだ若い火山島である伊豆大島。ここはまさに地球と生命の営みを楽しく学べる、とても素晴らしい島です。